そろそろきついな。少しでも気を抜けば。カセドラルの外壁に剣が刺さったのは幸い。もういい、その手を離しなさい。お前のような滞在人に命を救われ、生き恥をさらすつもりはありません。あんたも聖豪騎士様ならここで自暴自棄になっても何も解決しないことぐらい悟れよバカ。私を愚弄して。うるさい、バカだからバカって言ってんだ、このバカバカ。いいか、ここであんた一人が落ちて死ねば、塔の中に残った友人はすぐに最高司祭のと、あんたはそれを阻止する。なら今は何を。お前の言うことは理屈が通っています。俺と友人は氷教会を壊滅させたくて。だから聖豪騎士の中でも最強の一人と。ならばお前は何故人に向けてその剣を振るい、血を流すという最大の禁忌を犯したのですか。氷教会と禁忌目録が、禁忌目録で禁じられていないから上級貴族にいいようにも。どうなんだ、答えよ。法は法、罪は罪です。それを民が、その法を作った最高司祭アドミニス、それを明らかにしたくて俺アドミニストレーターを倒して、その誤りを証明するために今あんたを死なせるわけにはいかないんだ。壁が壊れ、カセドラルの外に、アリスはカセドラル95階、俺たちはお互いを。だが途中に見つけたテラスの上に、細い足場の上での戦、そして今は。どうにか片付きましたね。ああ、足場が狭くて動く。あの細い足場よりはマシです。この後もあれを。分かっています。まったく、お前と来た、心臓が止まるかと思いました。あの時はそれ以外手段でも。何がですか。いや、アリスみたいな最強の騎士様が細い足場を怖がったりするとは思わなかったからさ。恥をさらしてしまったのは事実ですが、それ以上言うと休戦協定を解除してお前を。なんだ。ミニオンの返り血を浴びたでしょう。奴らの血は病を呼びます。そのハンカチ、あ、じゃなくて布を貸してくれるのか。大方手巾など持ってい、うん、そういえばあのガーゴ、はい、ここにいる。あれらはダークテリミニオン。もう一つ教えてくれ。それこそありえません。ミニオンは闇の神ベクターを報じる術師どもが。そうか。なぜ。いや、やはりたとえこの世界の人々が。しかし、奇妙な技を使う。そりゃどう思う。あれはどっちかといえば庶民の。私を気取った上級貴族。いえ、そういう祭りがあると聖豪騎士は任務以外で市政の民と交わること。ともかくまた外壁を登るための楔を作れ。なあ、ゴースを生成。こうして俺たちは友情は、今頃考えてみると彼と一緒にいる時はそれ、アンダーワールドを取り巻く問題を全てアスナやリーファ、クラインたちに紹介するんだ。その瞬間が。何をニヤニヤしているのですか。いや、ちょっと今後のことなどあれこれ考えて。それであのような緩んだ笑い方ができるのはこの石棚からの脱出さえ。壁登りの方はハーケン、あ、じゃない、得意げに言っていますが、この壁登りで最も重要なのは。ま、分かっている。君の小手と高度な物質変換術。物質変換術ではなく、どちらにせよ君の神聖術には助けられたよ。さすがセルカが尊敬するお姉さんというところ。お前、私に話すよ。君が受け入れるかどうかは分からないけど。話しなさい。ただしお前。構わないよ。なぜそんなことを言うかというと、君の中には聖豪騎士の責務。その通り。君の最初の記憶とか、なんとか話しかける場面だろ。それは聖豪騎士はいつかダークテリトリーの邪悪な私の両親や兄弟たちの。アドミニストレーターの言ったことは。だがそれをしたのはステーシア神じゃなく君が。この
ありえません。しているんだ。なぜなら君たちには自分たちが連行した罪人。そうだ、君は俺と相棒を忘れるはずがありません。私が罪人で、でも聖号騎士、自分の手で北部辺境ルーリットの村、つまり私がかつて金、君の本当の名前はアリス・ツーベルクだ。果ての山脈にほど近いルーリットという村で生まれ育った。君が教会に連行されたのは、君はユージオと二人で洞窟を抜けた先に、つまり君が犯した禁忌はダークテリトリーへの侵、いや、むしろアリス・ツーベルク。君のお父さんは、残念ながらお母さんの名前は知らないけど、さっき言った通り妹が一人、セルカって名前でお姉さん思いのいい子だった。セルカ、セル、思い出せない。顔も声も、私の口が、喉が、心が覚えて。アリス、何度も呼んだ。毎日毎晩。セルカ、本当なのね。アリス、取り乱してしまいすみません。